鹿児島市立中須小学校は、鹿児島県鹿児島市上野園町にある公立小学校。本校は、明治4年代級教皇という名称で開校して、以来、創立140年を超える歴史と伝統を持つ学校である。明治維新で大技を成し遂げた、西郷隆盛をはじめ、多くの偉人や決死が生まれ育った地域であり、地区民には、 友県の森にまつわる行事を今日も継承し、新しい時代の青少年育成に役立てようと努力している方も多い。学校から400メートルのところに鹿児島中央駅があり、校区は鹿児島市の表玄関という役割を担っている。また、平成16年3月の新幹線部分開通や、同年9月の中央駅商業施設、アミュプラザオープン、 平成23年3月の新幹線全線、開通に伴い、以前より人や車の動きが活発になってきている。本港区は、鹿児島市の旧市街地に位置し、学校、商店街、銀行、病院等のあらゆる公共施設が立ち並び、教育的、文化的環境にも恵まれている。地域的には、市の中心にありながら、 市街地周辺の住宅団地開発によるドーナツ化現象で児童数は一時減少していたが、ここ数年は校区内にマンションが増え、世帯数、児童数ともに微増傾向にある。子供たちは明るく素直である。保護者は教育への関心が高く、学校の初教育活動においても協力的である。平成26年5月1日現在399人。 ありがとうございます。